皆さんこんにちは、ヨッシーです。幻想水湖伝ティアクライスの実況を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあなんか大変なことが起きたようなんで、とりあえずいつもの作戦会議の部屋に行ってみたいと思います。かもう一個上だった。結構慌ててたんでね、ちょっと気になるところなんで、何が起きてんでしょうね。何？鳥類山が半分消えたって？へい、鳥類山の西半分がただ広い平原に変わっちまってるらしいんですよ。なんと、それはこの城が大きくなり湖が出現したのと同じ現象と見ていいのか。多分そうだと思います。幼少に来たやつ昔からそうだったって言ってやした。苦笑を宿すものじゃないから忘れるんだな。なあ、アストラシアは大丈夫なのか。鳥類山のすぐ北側なんだ。ナイニンスはその西側です。あっしもその辺が心配だったんでいろいろ聞いてみたでやんすがね、どっちも多分無事だと思います。多分とはなんだよ。いや、そいつの話を聞く限りじゃ変わりはねえみてなんでやすけどね。まあそうだね。ただほら、もし何かあったってそいつは前からそうだったって思い込んじまってやすから、どこはどう変わったという話は聞けるわけがないか。我が直接行って確かめるしかないな。俺が行ってみる。いえ、ナイニースは僕たちが自分で見てきます。アストラシアも我々が行こう。俺も行きてえのに。それからでやす、実はもう一つ気になる話がありやして。本題の平原には二本足で歩いて言語を話す獣がいるって言うんですよ。それってヒューリーロア？あら、かもしれませんね。そいつ自身は見たことねえって言ってやしたし、ヒューリーロアって名前も知りやせんでしたけど。わかった、じゃあ俺はその平原に行ってみる。俺も一緒に行く。へっ、俺はクーガーを初めて見たとき化け物呼ばわりしたのに結局謝りもしなかった。そのことがずっと気になってるんだ。ロベルト、わかった、お前はヨッシー殿と一緒に行ってこい。はい、ありがとうございます。じゃあみんな支度が済んだら出発だ。あー、オッケー。あら、先がない。本当にとりあえずどうしよう、テハの村行けばいいのかな。個人的にこの村も変わっちまってるじゃねえか。これでもここの連中は昔からこうだったと思ってるのか。どう見ても変だぞ。だよな、何がどう変わってんだろう。いいぞ、来た。わーいわーい。あ、雪が降ってない。雪なくなっちゃってる。あんたち山に入るのかな。山小には近づかんことだな。ドガッチュー代わりボンが一人で住んでるんで代わりにならん方がいい。あら、あら、あら、ドガさんがなんか多分教会はこの村には攻めてこないよ。あら、ドガさんなんか嫌われちゃってるキャラ。なぜかこれ。あ、兄ちゃん、お、なんか前に来た時よりかっこいいじゃねえか。あ、この服がいいだろう。それよりこの村選ぶことになったな。は、兄ちゃん何言ってんだ。あ、そっか、ナズも忘れてんだな。いや、なんでもねえ、なんでもねえよ。なんだよ、気になるじゃねえか。ほんと言うとさ、俺もなんか変だなって気がしてんだよな。え、変って何が。わかんねえけど、なんか違うっていうか。あー、やっぱわかんねえ、ナズ。お、感じてる、なんかナズだけ。わかってる、雰囲気出してる。どうしよう、どこ行けばいいんだ。路地裏？いろいろ話聞いてみよう。いや、このくらいの寒さが一番過ごしやすいの、年寄りには。ダメで遊びたいんだけど山小に行っちゃダメだって。役立たずの老いぼれが住んでるからだって。うわぁ、あら、なんかいっぱい話しかけてたらじいさんがうちに来ねえかって。君のところに転居せよというのか。ああ、うちには仲間いっぱいいるんだ。ももしじいさんが来てくれたらみんな助かると思う。
俺も知りたいことができた時にすぐ聞いた方がありがたいしよ。どうかな。よしよしよ。え、いいのか。君はなかなか感性な知識欲を示した。そのような若者に知識を伝えるのは私にとっても喜びである。そっか、じゃあよろしくね、物知り爺さん。ということで、なんだかんだソタが仲間になりました。よしよし、いい感じだ。あら、どこ行けばいいかわかんない。小劇場、やっぱみんな記憶がね、あやふやに。とりあえず出ようか、一回。あ、増えてる。お、ちょっとドガじいさん気になるね。ちょっと山頂に行ってみましょう。こっちは雪降ってるんだ。なんもなかった。踊ろう。とりあえず、マルシナ平原に突然現れたところに行きましょう。おお、本当に山がなくなっちまってる。 すごいな、こんな広い平原がいきなり現れるなんて。これじゃあヒューリーロアかもしれない連中を探すといっても歩き回ってみるしかねえな。やっぱりそうか。嫌なのか、誰がそんなこと言った。じゃあ行こうぜ。ということで、どこ行けばいいんだろう。わあわあ、なんか新種の気持ち悪いのが出てきた。やりました。あ、でもちゃんと経験値はもらえる。なんかどっかに村とかないかな。なんだこれ、中ボス的なやつか。なんか感じ的に中ボスっぽい。そんな強くなさそうだけど。でも楽しそうだもんね。体中ボコボコしてるよね。あ、よし、普通の敵。テッカルスの肉。あら、はあはあはあ、なんだ今の。ケダモノの分際で強すぎるだろ。油断するな、まだいるぞ。マジかよ。一匹でもあんなに苦労したのに二匹もいるぞ。くどうする。下がれ人間。下がれ人間。誰だ。これならば供物にちょうどよい。仕留めるぞ。ほら、ヒューリーロアか。猫任せて。猫、じゃあせーの。ちょっとえ、なんか洋画感だけどちょっとえ。こんなところか。すげえ。はあ、ムキムキ。 あの素早さ、あの力強さ、それにあの顔は。うむ、ああ俺も忘れてねえよ。キュリーロア、人間にしてはなかなかやるではないか。ダズロー、あんたらはキュリーロア。ほう、我が一族の正しき名を知る人間とはますます珍しい。うむうむ、大抵の人間は獣人だの狼男だのと好き勝手に呼び寄るか。狼男。ダイアルフ様。なんだサービラ。三頭も仕留められるとは思っていなかったので、これでは持ち帰れませんが。そうよな。ダイアルフ。あ、クーが言ってたな、そういえばダイアルフって。どうした人間よ。なあ、あんたヒューリーロアの王様だろ。俺を知っておるのか。いかにも、俺はダイアルフ、ヒューリーロアの王だ。うむ、じゃあクーガってやつ知ってるか。クーガ、いや知らん。あら、知らないか。知らねえって。
そんなことねえだろ、あんたの直属だって言ってたぞ。おい、おい、俺の直属と言えるのはこのサービラとリュキアのみ。クーガなどという名は知らん。そんな、ここは引き下がった方がいい。うん、けどよ、エタに怒らせると聞ける話も聞けなくなる。確かに、おかしなことを言うやつらよ。が、それはそれとして、お前たちの名を聞いておかねばならん。うん、え、ヨシー団のヨシーだけど。名誉の剣士団のロベルトだ。そうか、そうか。よし、お前たち、我らの根城クラグバークまで一緒に来てもらう。マジで、はい、お前たちはペッカルスを勝ったわ、うん、だからお前たちが最初に食らいたいところを食らう。そういうルールなんだ。そして残りを一族で分配する。それがフューリードアの掟よ。おお、今からこれクラグバークに運んで焼いて食うのさ。だから一緒に来てもらわなきゃ。なるほどね。フューリードアの掟って俺たち人間だぞ。確かに、人間であろうとヘッカルスを仕留めた以上例外はない。そんな横暴な。確かに、まあ、とりあえず行こうか。おい、だってよ、うん、クーガのこととかもっとちゃんと聞きてえし。そうだね。仕方ないな。よし、俺についてくるがいい。いいっす。お前らくらい強い人間なら大歓迎だよ。では私たちは一足先に戻って運び手を呼んできます、うん、ダイアルフ様は客人と共にごゆっくりお戻りください。うっ、うん、任せる。じゃ、また後でな。うわ、早い。さすが動物。すっげえ、もう見えねえ。我が一族でもあの二人ほど身の軽い者は他におらぬ。が、我らはゆるりと参るとしよう。クラグバークはここより西だ。うんうん、ダイアルがどこしに。お、あったあったあった。ここか。おお、いっぱいいる。あ、ダイアルフ様。帰りなさい。うむ、今戻った。狩りは大成功だったそうですね。3頭も仕留めるなんてさすがダイアルフ様だ。人気あるんだな。クーガも言ってたからな。おっかないけどすごく強くていいスポン様だって。あれ、人間がいるよ。おお、この者たちは俺の客だ。3頭のうち1頭はこの者たちが仕留めたのだぞ。へえ、それはすごい。いや、それほどでも。ダイアルフ様、お帰りなさいませ。おお、なんか長老っぽい。おお、ティグールよ。別役ご苦労。母、もったいなきお言葉。サービラとリキアはすでに血清を連れてペッカルスの回収に向かいましてございます。でも留守中何事もなかったか。それが昨日の人間目がまたも参っておりまして。人間俺たち以外に。やはりあやつか。はい、宿屋にてお待たせおりますが、親方に通しましょうか。いや、精霊のおしらが汚れる気は進まぬが宿で会おう。母、お前たちも来るか。気になるな。行こう。そうだな、教会の奴らがヒューリー・ロアを誘いに来てるかもしれない。またあいつらだったりして。あいつ？いや、まさかな。では、宿に参るぞ。歓迎いたしますぞ。とりあえず、宿屋に行こう。人間か。誰だろうね。あら、これはこれは、あれ、あー、タコ野郎、何、貴様らなぜここに。それはこっちのセリフだ。なんだ、知り合いか。冗談じゃねえ、こんなタコ。えい、タコタコ言うな。タコ、タコとはなんだ、こういうの。それはもういい。貴様らの相手などしているほどわしは暇ではないのだ。ダイアルフ陛下、昨日申し上げた件お考え痛めましたかな。その件ならばはっきりと断ったはずだ。未来は決まっておるだろう。くだらぬ。 しかしですぞ、教会に入ればあらゆる災害を事前に知ることが。くだらぬと言っておろうが。ひー
貴様らの大層な題目が誠であろうと偽りであろうと俺は知らぬし興味もない。てか未来を知りうるという一言あたかも天与の危険にして思考の恩恵であるかのごとく語る。その傲慢さと信玄の信念の浅ましさには虫唾が走るわ。あ、わわわわわわ。精霊とともに立ち向かい克服する。貴様らごときのいかがしい当て物に身を貸す者がおらぬわ。噛み殺されたくなければ即刻され、そして二度とこの平原に足を踏み入れるな。わかったか。はひぃ。大変だな不況も。うん、あーすげえ、俺が言ってやろうと思ったことを全部言われちまった。どうやらお前たちはあの教会という輩と関わりはないようだな。冗談じゃねえ、俺たちは奴らと戦ってるんだ。戦っているか。ふむ。王様、あいつらは、いや、お前たちが奴らの一味でないなら今は良い。それより後ほど俺の館に来い。お前たちが仕留めたペッカルスを食わせてやろう。本当に食うのか。いいじゃねえか、うまいかもしれねえぞ。食ってみなきゃわかんねえだろ。お前はいつもそれだな。どこは食いたい。お前たちには一番好みの部分を選ぶ権利がある。おすすめは。そうさな、俺はあばらの間の肉を軟骨ごと焼いて岩塩で食うらうのが好みだが。じゃあ俺もそれで。俺も。そうか、ではそのように手配しよう。好みに外れておったら言うぜよ。はっ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 は。なんていうかすごい王様だな。亡くなられたアストラシア王もあんな雰囲気の方だったよ。そうか、わかりやすくていいね。お、とりあえずお泊まりしよう。お泊まりして、せっかくどんな味かな。うまいといいな。まったくお前はそれどころじゃないだろう。なんとなく勢いでここまで来たけど、これからどうするんだ。あの王様の言動からしてフォーリーロ、ヒューリーロアンの位置ずっと昔からここに住んでると思ってるぞ。ちょっと前に平原ごと現れたなんて考えてもいない感じだ。森やら湖やら出てきても俺たち以外のやつはみんな忘れてるのと同じか。そうか、だからクーガのことも忘れちまってるのかも。それもこの平原がクーガの世界から来たんだとしたらの話だけどな。なあ、そこらのみんな捕まえて片っ端から本に触ってもらったら誰か思い出すんじゃないか。俺たちはダイアルフォーの客として招かれてるんだぞ。あんまり怪しい真似すると王に迷惑がかかるだろう。怪しいかな。それより先に考えないとまずいことがある。ああ、あのタコか。今日はおとなしく帰ったみたいだが、次は軍隊を連れてくるかもしれない。アストラシアでもそうだった。最初は国ごと教会に入れないかって誘いに来たんだ。それを国王陛下が断ったらいきなり攻めてきた。ストロムラもそうだ。村長がそう言ってた。ダイアルフォンに伝えた方がいいな。本当に攻めてきたらヨッシー団が応援に来るって言っとこう。ここはクーガと関係があるからもしれねえんだし、教会の勝手にはさせねえ。ああ、とりあえず王の館に行こうかね。おお、肉。おお、来たか。ちょうどよい。今から呼びに行くとこだったんだ。すっげえいい匂いするな。本当だ。これがペッカルスの。美味しそうだね。特別いいとこの肉だから味わって食えよ。では精霊に祈りよ。精霊。お前たち人間が精霊を信じていないことは知っている。でもしきたりだから従いなさい。精霊が宿っているあの御柱に向かってしばらく目を閉じてくれればいい。うむうむ、参謀役みたいな感じか。まあそれくらいなら。うん、これでよかろう。さあ遠慮はいらぬぞ。好きなだけ食らうがいい。じゃあいただけの。なんだこれ、めちゃくちゃうめえ。食いながら叫ぶやつ。国でもこんなの食ったことない。お、ロベルト笑ってる。そうであろう、そうであろう、そうである。何言ってかわかんねえこいつ。リュキア、お前まで走ったな。確かに。食った食った、ごちそうさま。
はよく食ったな。私には負けるけど。俺の3倍は食っただろう。どこに入ってるんだ3倍って。満足できたようで何よりだ。うむ。で、お前たち、俺に何か話があるのだったな。そうだっけ。あ、もちろん。教会のことである。お、当たった。当たった。ダイアルフ王、教会は勢力を広げるためなら手段を選ばない。うむ。次はこの平原に軍を送り込み、キューリー・ロアを力で屈服させようとするかもしれない。うむ。そうだね。マクートとかっていうの、こずるそうなやつだったもんね。そのくらいのこと考えていてもおかしくはない。うんうん。あんたたちが受け入れてくれるなら、教会が攻めてきた時、俺たちも一緒に戦う。あいつらが力ずくで勝手なことすんのは見過ごせねえんだ。そうか。そうか。助言には感謝する。明日より見張りと見回りを増やし、戦の支度も始めておこう。が、お前たちの申し出は遠慮させてもらおう。あら。しかし、ダイアルフ王、教会の戦力は。マクーとなる者に申し渡したこと、お前たちも聞いておったであろう。我らフィューリーロアは、いかなる災厄であろうと、精霊と共に立ち向かい克服する。うんうん。だからよそ者はお呼びじゃねえってのか。そんなこと言ってる場合じゃねえだろ。宿を手配してある。今日は泊まっていくがいい。あら。待ってくれ、話は終わってねえぞ。諦めなさい。ダイアルフ様がひとたびお決めになったことを覆すのは、気心の知れた私たちでも難しい。私はお前ら気に入ってるから別にいいかなって思うけど、ダイアルス様があれじゃあな。くそ。困ったね。どうしましょうね。まず宿屋で。元気ないな。課題はいらん。好きなだけ泊まっていくがいい。あざっ、さっき泊まっちゃったけど。第9の世界の範囲がおおよそ判明しました。被害は奇跡的に少なかったようです。奇跡的にですか。教会にとっては考えられないほど屈辱的な表現だ。はい、申し訳ありません。確実な未来を約束するはずの私たち教会に、こんな運任せは本来許されません。第9の議書は何としても確保してください。分かっています。すでにお嬢様が現地に入りました。そろそろ接触する頃です。私のソフィアならば間違いはないでしょう。いや、そうでなくては困る。次は町が一つ、あるいは国が一つ消えるかもしれないのですからね。何の話をしてるんだろう一体。スーフニャースースーフム。おい、よし、起きろ。起きてる。気づいたか。すげえ先だ、行こう。ふん、なかなかに枯渇な得よな。こいつらか。ダイアルフォー。あ、お前らはやはり、あなたたちもここに。ノーバ、お前ら知ってるのか。こやつら何者だ。教会の師匠ってやつらだ。いや待て、お前らが来るってことはここにも王の、なんかそこに議書がある。なんだって。それが目当てか。なんだよこいつら、何言ってんだ。もうなんかまさか精霊の柱を狙って。なるほど、我らフューリーロアのところを奪えば容易に屈服させられると踏んだか。いや、そうじゃねえけど、今はいい、こいつらを叩き出すことに違いはないんだからな。おっと、そうだった、本だろうと柱だろうがお前らに渡されねえ。
あと同じ過ちを繰り返すの。何？あなたたちがお父様に遺書を渡さないから鳥類山の半分消えた。ティアの村も消えるところだった。は、何言ってんだ、わけがわからねえ。ノーは来るか倒せんのかな。だいぶ弱ってるね。あら、倒さずに終わってる。どうだ、まだやるか。どっちも思ってたよりすごい。ダイアル様、貸せよ。うん、手間取った。ソフィア、ノーバ、引き上げよう。アラテか。あら、ギルク？まさか。よう、久しぶりだな。なんかすごい悪ぶってるキャラが。ギルク、どうした？ん？ソフィア、潮時だ。ここは一旦引こう。これ以上騒ぎが大きくなるのはまずい。あなたに指図されるいわれはないわ。確かにそうだが、じきに他のロアたちも集まってくる。状況は悪くなるだけだぞ。なんか悪役みたいになってるね。お前たちも芝居はもういいぞ。芝居？何言ってんだ。お前たちがフューリーロアの連中を油断させている間に偽証をいただく作戦だったじゃないか。なんだと。あら、デタラメを言うな。貴様らは教会は敵だ。違うよな。俺はお前の敵じゃないよな。いや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 、ここで言わないと事情を。どうした、なんとか言えよ。てん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 。おい、言ってくれないのか。まあいい。作戦は中止だ。お前たちも引き上げていいぞ。あら、あららららディルク、私たちを騙していたのか。ほら、こうなっちゃった。なあ、今の本当なのかよ。お前らのこと気に入ってたんだぞ。違う、これには訳が。今すぐ出ていくがいい。ほらみー、事情言わないから。おい、どういうことだ。悪い。悪いじゃない、どういうことだって聞いてるんだ。そうだよ、理由話さないとね。ディルクはシトロ村で俺やリュウやジェイルの兄貴分だったんだ。兄貴分。親のいねえ俺を一番可愛がってくれて、いろんなことを教えてくれた。そうだったのか。そんな人がなんで教会なんかに。よくわからねえ。ただ俺たちが本に触って強くなったのを怒ってた。さっき王様たちに俺たちも教会の仲間だって思わせたのも、王様が持ってるっていう本から俺たちを遠ざけるためだと思う。作戦だね。その結果俺たちはヒューリーロアと一緒に教会と戦うこともできなくなった。そう、
なんて卑怯なやり口だ。いやいやいや、というより事情を説明してない主人公が悪い。だから悪い。帰るぞ。ここにいても仕方ないだろ。城に帰ってどうするか考えるんだ。そうだね。ああそうだな。ヨシジョのロベルト、姫様なぜここに。こちらのことは後で話す。そちらはどうだった。そう、それが主人公が話さないせいで。そうか、そんなことがな。しかしこれでアストラシアの動きも説明がつく。アストラシアの、ああ、我々は王都パラモンの近くまで行ってみた。ここに平原が現れたことによる影響はないと言っていいようだ。アストラシアは必ず存続している。ああ、占拠されたままなんだね。そうですか。ただ教会がファラモンから平原に大軍を派遣しようと準備しているのが分かった。なんだって。何のためなのか疑問だったので、貴殿だから平原の様子を聞こうと思って待っていたのだ。今の話で納得はいった。奴らヒューリーロアを撃つつもりだ。やっぱりどうしようかね。行ってもね、多分信じてもらえないし、一回戻ってね、作戦立った方が。うんうん、民も徴兵されているならば、なおのこと。アストラシアの民が教会の侵攻に加担するのを見過ごすわけにはいかん。我が手で止める。はっ、急いで城に戻ろう。応援の用意だ。ということで一旦戻りましょう。よいしょ。ということで戻って来ましたね、お城に。うむ、あ、おかえり。ポパスさんたちももう帰ってるよ。ナインスは無事だったって。そっちはどうだった。みんなに話がある。広場に集まれって言ってくれ。え、あ、うん、わかった。よしということで、今回はお時間がここら辺なんで、終わりにしたいと思います。次回が多分、ヒューリーロアたちを助けに行くのかなというところから始めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。